僕の大学院での専門なんですけど、まあ、こんな感じで非生命系です、生命系じゃないです。で、まあ、こういう社会科学系ですね。何やってるかっていうと、まあ、ガウ先生なんですけど、まあ、統計とか機械学習とかデータイジングってやってます。で、機械学習って何よって話なんですけど、なんかデータから、まあ、さっき翔先生が言ってたように、データからの判別や推測っていうのをやってます。で、これまでにどんなことやったかっていうと、卒論ではなんか夕食のメニューを組み合わせ推薦したりとか手間計算したりやったり、あと夏のインターンではなんかネット上のスパムリンク貼りまくるスパムサイトってなんですけど、そういうのを自動的に判別したりってことをやってました。では基本的にデータをホイホイ触るってことが専門です。で、なんでここ来たかってまずきっかけを話すと、まあこの筑波ですね。筑波って作場っていうのは筑波の4回目去年の3月の頭にR 言語の勉強会なんですけど、これでまあ坊野さんと出会ったわけです。で、まあ会場こんな感じでみんなこれ発表するわけですね。で、これが坊野さんで、これが私です。まあこれで出会ったっていう感じです。で、お仕事何やってるかっていうと、まあこんな感じでプログラム書いてます。で、これは業務風景で盛況にですね、このエヴァンゲリオンのメハースがあってですね、最近ここ1ヶ月毎日買ってたんですけど、洗車あたりが急になくなってしまってですね、すごくちょっとあれですね、作業の効率が落ちて、生産性が落ちてしまった悲しい状況です。で、先ほどお話があったのは統合 TV っていう周りのいろいろホイホイ書いてます。何かっていうと書いてるかっていうと推薦っていうのをやってます。推薦って何かっていうと、例えばこれがトップページです。統合 TV のトップページで記事を一つずつ見ると、この下に出てくるこの このこれですね。で、これで類似した番組とかを推薦したりとか、あと、もう一回トップページなんですけど、トップページのここの小さいこの、ここ、これですね。これ実はこっそりやっていてですね、検索キーワードの盛り上がりっていうのを分析したりとかしてます。で、これまでのお仕事は、まあ、統合 TV に関するいろいろで、統合 TV のアクセスログを収集して、ちまちま分析したりとか、これ、バーログの便所ドットログっていうところに頼んでます。で、あとは、コンテンツ推薦のプラグイン変えたりとか、検索クイーンの分析やったりしてます。で、最近始めたお仕事っていうのは、このカズサ WC っていう名前で、ちょっと適当な名前付けなんですけど、やってて、論文と論文内で言及された遺伝子から、まあ、重要性を推定したいなっていうのをやろうとしています。で、お仕事の詳細なんですけど、まあ、このいわゆる集合値って言われる、で、いっぱいのデータから何か知見を得ようっていうのを中心にやってます。だから結構、まあ、小説的には近くて、他のみんなと比べるとかなり違う感じな、プログラムっぽいお仕事。で、まずアクセスログの収集なんですけど、先ほど言ったように統合 TV のアクセスログを記録しています、訪問された URL と訪問された時刻とどこから飛んできたのかってリファラってやつと、まあ、あればクッキーっていう前ユーザーどのページ見てたかなっていうのを追跡するような記録を取ってます。で、これは、スラバースラログの便所ドットログっていうのにこれを貯めています。で、これ溜まったら溜まったでなんか月別とか日別とか週別とかで、まあ、定期的に収集してユーザーがどういうふうにページ見てるかなとか、どんな感じで月の遷移があるかなとか、あとは推薦やったらどんな感じでみんな見てるのかなっていうのを分析してます。で、番組の推薦の方なんですけど、統合 TV っていうのは T ダイヤリっていうブログシステム上で動いているので、それ用のプラグインとしてゴリゴリ書いてました。で、番組にタグとかカテゴリーがタイトルに付けられているので、それを使って、まあ、類似した動画を推薦しよう。で、次書き直すときは動画の内容ですけど、動画の字幕とかああいう文字列に入っているやつを見て類似度を取ろうかなっていうふうにやろうと考えています。で、例えばタグの例なんですけど、これは2010年3月15日に上がった、アンサンブルティップ配列の比較をするってやつ、ここのタグですね、XPIA とゲノム遺伝子塩基配列配列解析っていうタグと、2009年10月16日に12月16日に上がった何しろこれでございますか、なんちゃら伝え直すですね。これだとなかったタグが DBCSXPFirefox 文献検索辞書って書いてます。で、これ類似度を計算すると、ジャッカード係数っていうのを取って計算して、これは類似度が 0.1 とかにあんま似てないよね、内容に。っていうふうに、まあ、これで動画の似てる似てないっていうのを計算して推薦するようにしています。で、もう一つやってるのは、ちょっと地味に出てきた検索クイーンの別になんですけど、これは統合 TV だけじゃなくて、DBCLS も全部で配信、DBCLS に配信する全サービスの検索ログ、アクセスログっていうのを取っていきます。で、アクセスされている時の検索のクエリっていうのを抜き出して、で、それの時系列の変化を見て、なんかキーワードの盛り上がりとかを計測したり、で、そこから、まあ、盛り上がっているキーワードだから、ちょっとこのキーワードであるサービス X に来てますよ、人が多いですよって言ったら、それを推薦したりっていうふうなことをしてます。
これちょっとあんまりね、うまくいってないんで、もうちょっとうまく書き直したいなというふうに思っています。で、最後に最近やってるというこのパズサ WC ってやつなんですけど、これは論文っていうのと、うん、論文の中で遺伝子に言及するわけですね。ホニャララっていう遺伝子はこうだったとか、ホニャララっていう遺伝子はこうだったとか、で、そういうデータが、まあ、集まってるこのパズサアノテーションっていうのがあってですね、これどこがいいかっていうと、論文の中でも細かく分けてるんです。例えばアブストの部分で言及したとか、フィギュアイスで言及したとか、テーブル質で言及したとかっていうのがバーってすごい細かく分かれてるので、なんかこれ使って論文と遺伝子それぞれなんか重要そうなの推定できたらちょっと便利じゃねえみたいな、データ溜まってるしもったいないねっていうのをやろうとしてます。で、ここに使うアルゴリズムはヒッツとかページランクっていう、あのウェブサイトの重要性を示すやつですね。ウェブサイトがどうリンクしてどうリンクしてるか。で、これ拡張したやつがいくつか使えそうなのがあるんで、これ使おうかなっていうふうに考えてます。で、最終的にはウェブサービスっぽく公開しようかな。では、これが今、まあ、ローカルコストなんですけど、作りかけのやつで、あと、パズサ WC って言って、遺伝子を入れてもらって、遺伝子から類似する深さっていうのを指定して、検索してもらおうかとかいうふうに考えています。で、ちょっと駆け足なんですけど、リサーチアシスタントするやりがいみたいなとか、ちょっと面白いなっていう話をしたいと思います。まずはこれ、リサーチアシスタント自由にできると。まあ、ボーノさんから、あんま指図というか、指導ないっていうか、なんだろうな。これやっちゃダメよとか、これやりなさいっていうのは基本的になくて、まあみんな思いついたことをやって、あまり倫理的にダメだったらちょっと、それはちょっとっていうのはありますけど、自由にできます。はい、で、あと、まあ何でも試すってことですね。まあちょっと考えて、思いついたってやって、なんか それの繰り返しをみんな本当に好きかってやってます。まあ悩んだら他の人に聞いたりはするんですけど、まあみんな何でも思いついたら試したら失敗してっていうのをゴリゴリやって、すごい自由な感じでやってます。で、あとですね、僕のと方とかで言うと、まあ、基本的にサービスとか、あとはサービスそのものだったり、サービスに付随するログだったりで、データっていうのがすごい溜まってるわけですね。サービスが。他のサービスとかに。で、このデータっていうのが、ぶっちゃけ多すぎてちょっと持て余し気味だと。なんか、いっぱいあるっちゃあるんだけど、なんか誰も触んないし、とりあえず溜めときはどうにかなるだろう、みたいな感じになってて、で、まあ、無駄になってしまうんですね、こんな感じになって。まあ、無駄になってしまうっていうか、まあ、データ消えなきゃ無駄にはなんないんですけど、たまってなんかディスクをね、こう圧迫していくだけだともったいないっていうことで、なんか誰か解析できる人がすごい必要ですね。で、まあ、こう必要ですねっていうことで、データいじりが好きな人お待ちしてますっていうことで、はい、僕の発表以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。